こんにちは。大阪大学の井野又です。第1回から第8回の講座では、Wi-Fi の技術や仕組み、利用シーンやサービス、暗号化などのセキュリティ対策を学びました。ここでは、Wi-Fi の次世代規格についてわかりやすく解説します。Wi-Fi の新しい規格やセキュリティ規格、新機能などにより、これまで以上に快適に Wi-Fi を利用できるようになってきています。主な規格や特徴について学んでいきましょう。 w i f i は利用者数がががが増えるるととつななりりにくく、速度が遅くなるといった課題があります。これを解決できるのが w i f i の新規格であるです。なお規格名をわかりやすくするため w i f i アライアンスという業界団体が IEEE802.11AX や IEEE802.1AC などを w i f i 6 w i f i 5などと呼ぶことを規定しました。 市販されている無線 LAN ルーターの製品パッケージなどに、Wi-Fi 6、Wi-Fi 5などの故障がアイコンで表示されている場合があります。無線 LAN ルーターを導入するときは、Wi-Fi の規格や故障をよく確認しましょう。Wi-Fi 6では従来の Wi-Fi 5と比較すると約1.4倍の伝送速度を実現しています。詳しい特徴は後ほど紹介いたします。 先ほども触れましたが、Wi-Fi は利用者数が増えるなどして混雑すると繋がりにくくなる、接続機のバッテリーが消耗しやすい、電波の飛距離が伸びない、といった課題があります。これらの課題に対応するため、Wi-Fi 5が登場し、これに対応したアクセスポイントが普及しています。しかし、Wi-Fi 5においても多くのユーザーが接続するような混雑した環境では繋がりにくい、といった課題があるため、新たな技術を導入したり、 すでにある技術を強化したりした w i f i 6という新たな規格が登場しこれに対応する家庭用用の無線 LAN ルータも利用でききるようになってきています。w i f i 6では最大速度というよりは実行速度の向上を目指す技術によって多くの機器が同一のアクセスポイントに接続する場合でもデータの伝送速度が低減しないいよう工夫されています。パソコンやスマートフォンなど w i f i 6の規格に対応する機器はまだ多くありませんが 普が進むことで、より繋がりやすくなる環境が広がります。Wi-Fi 6では、OFDMA という技術が採用され、複数の機器で効率よく通信ができるようになっています。同じ電波を複数機器で分け合って利用するので、これまで以上に機器を同時に利用した場合でも効率的に利用できるようになります。混み合った環境や利用機器が多い場合でも快適に使えることが期待できます。 無線 LAN ルーターの複数のアンテナから複数の利用機器に向けて同時通信を行うママルチユーザーザイとという技術が強化されたことも特徴です。以前の w i f i では複数のアンテナを利用しても送受信は1対1でしか行えませんでしたスマートフォンやパソコンなどの機器が同時に通信する場合無線 LAN ルーターからは順番に電波を送信する仕組みとなっていました。そのため、Wi-Fi を利用するる機器がが増増ええ、と待ち時間が増え 結果、速度が低下してしてままうことになります。w i f i 5でマルチユーザーマイムが導入され最大で4台の機器が同時にデータを受信することが可能となりました w i f i 6ではこの機能が強化され最大接続数が8台となったほかデータの受信だけでなく送信についても同時に行うことが可能となりましたつまり w i f i 6では同時送信した場合でも速度が低減しない特徴があります。また、 ビームフォーミングという機能も Wi-Fi 5や Wi-Fi 6には搭載されていますこれは複数の電波で接続機器を追尾し集中して電波を照射することでより繋がりやすくなるもので安定した通信を実現していますターゲットウェイクタイムという技術によりスマートフォンなどの通信機器のバッテリー消費を抑えることができるようになります必要な時だけ無線 LAN ルーターから通信を送り 通信機器のバッテリー消費を抑える技術によって、IoT 機器での利用も大きく期待されています。スマートスピーカーやロボット掃除機、ウェブカメラなど、身の回りで利用できるスマートホーム用機器が増えていますが、バッテリー消費の節約は、スマートホーム用の IoT 機器に対して有効な技術とされています。なお、2020年で IoT 機器の数は400億以上になると予想され、よりネットワークの高速化や安定化が望まれています。 これまで説明してきました Wi-Fi 6は、混雑すると繋がりにくいといった課題に対応するための企画でしたが、盗聴などのリスクに対応するためのセキュリティについても、新しいセキュリティ規格が登場しています。WPA3 は、Wi-Fi のセキュリティ機関の一つで、従来からある WPA2 の拡張版として策定されました。個人向けでは、WPA3 に対応する無線 LAN ルーターも増えています。ここでは、 WPA3 の特徴やメリットのほか、WPA3 以外の Wi-Fi の新しい技術を紹介します。これまでのセキュリティ規格では、相手に信号が届かなかったとき、同じ信号を再送する脆弱性がありました。この脆弱性を利用すると、悪意を持った攻撃者に通信内容を覗き見られるリスクがあります。WPA3 では暗号方式を変更することでこの脆弱性に対応しています。また、 この WPA3 の暗号方式は悪意のあるユーザーがパスワードを解読するために片っ端から単語を組み合わせて正解を探す辞書攻撃と呼ばれる攻撃も回避できます。これまでのセキュリティ規格では単純なパスワードを設定しているような場合にはこの辞書攻撃によりパスワードを解読され通信内容をのぞき見られるリスクがありました。これを避けるためには長くて複雑なパスワードを設定する必要があり その対応はユーザーに委ねられていました。WPA3 では、このいわばユーザー任せだった部分を企画がサポートしてくれるようになります。また、WPA3 には、データ送信後にパスワードが漏れた場合でも、漏れる前に送信したデータを解読できないような仕組みも加えられるなど、強固なセキュリティとなっています。WPA3 という強固なセキュリティ規格のほかにも、新しい Wi-Fi 技術が登場しています。 その一つは、QR コードなどで接続が可能なイーズイコネクトです。スマートフォンなどで、無線 LAN ルーターの QR コードを読み取ることで、自動的にネットワーク設定を行うことが可能となります。加えて、そのスマートフォンでプリンターなどの接続機器の QR コードを読み取って、機器を登録することで、プリンターなどもアクセスポイントに接続できるようになります。 ディスプレイを持たないスマートホーム機器などの IoT 製品を簡単かつ安心に接続できて便利です。パスワード入力が不要という利便性を維持しつつ、アクセスポイントと接続機器の通信を暗号化し、セキュアな環境を実現するエンハンスドオープンというセキュリティ規格も注目を集めており、公衆無線 LAN の本格的な導入が待たれています。自宅でギガビット回線を利用できるようになり、 パソコンやスマートフォンだけでなく、家電製品やスマートホーム用機器、IoT 機器などのインターネットに接続する機器が増えてきました。Wi-Fi をより安心して利用できる技術や規格の普及のほか、無線 LAN ルーターの役割がこれまで以上に重要となるのは間違いないでしょう。